皆さんこんにちは、中森です。それでは今回も、コメントに来た質問を返していきたいと思います。今回の質問は、質問募集の、回に、コメントしていただいた日本史のスピードマスターの問題だけでなく、表まで覚えたらどのくらいのレベルまで到達できますか。スピマス見ながら過去問解くとマーチは解けるし、早稲田なんかも最低点付近を取れる年があったりします。ニット、コマ線レベルとしては使われてますが、もう少し上までいける気がします。その評価で合ってるかなと思いますけど、そもそもマーチとかの問題って別にそんな、じゃあそんなにマニアックなもん出るかって言ったら出なくはないけど、それが取れないと合格点取れないかって言ったらそうでもなかったりするので、スピードマスターとかね、あるいは一問一答とかをちゃんと仕上げて、まあ知らない用語とかあったら、まあ過去問とか解いて知らない知識あるなと思ったら書き足したりとかね、しとけば全然その、まあ早稲田とかでも戦えなくはないんで、まあそれは全然いけるんじゃないかなと思います。ただそれをスピードマスターでやる必要があるかどうかって言われると、まあそこはちょっと、まあ好みかなとは思いますけどね。なので、ニットコマ線レベルとして扱われてますがっていう話なんですが、別にその、使おうと思えば使えなくはないけど、わざわざスピードマスターでやる必要あるっていう話ですかね。だから自分が薄くてあれだと書き込みやすいから使いやすいですってことなら全然いいし、あるいはもうちょっと詳しいやつとかね、やった方がいいならそっちでもいいしって感じで、まあ好みでやっていいんじゃないかなと思います。使えないことは全然ないです。続いても質問募集の動画です。マーチでハイトレさんを今からやるのは遅いですか？いや、ハイトレさんに到達できてんなら全然やるのは遅くないと思いますね。だからこれが、他に全然まだ終わってないことがあるんですって話だったら、まあそっちを先にやった方がいいんじゃないっていう話になりますけど、今入れんならやった方がいいんじゃないですか。ただ、その前に過去問やったらとは思いますね。過去問やってみて、長文が、まあ、ハイトレ3とかのレベル、やりたいなって思うなら、やった方がいいけど、過去問の方が優先度が高いって思っておいた方がいいですね。続いて、今回も質問募集の回です。文法4択問題を何をどのように勉強すれば点数が取れますか？あとは並び替え問題も教えてほしいです。まず、文法4択問題のために必要なのは、まあ、典型問題のパターンを、分野ごとに一回さらっちゃうのが早いかなと思います。例えば、関係詞とか、まあ、仮定法とか、同名詞とか、そういうテーマってあるじゃないですか。そこでよく出てくる問題っていうのは、文法書一冊をちゃんと説明できるまで仕上げれば、大抵の問題は網羅できると思うんですよ。で、かつ、それが大体4択問題だったら、間違いの出し方もわかると思うんですよ。例えば、時制の問題だったら、現在形と過去形と、あと未来形とか、あるいは現在形と現在進行形なのか、どっちなのみたいな判断させたりとか、うん、そういうのあったりするじゃないですか。なので、そういう選択肢のパターンと典型問題のパターンっていうのを抑えるということが、まあ、重要になるっていうことですね。で、並び替え問題に関しても、4択問題とかで、その知識を覚えた後、その並び替え問題っていうのは、その言葉の並びを要は、やっていくわけじゃないですか。だから、その、普通に4択問題できるようにした後に、例えば、その、典型パターンを音読しちゃったりとか、あるいは解釈とかやっちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういうもので、一回、その文法でどういうふうに、並べ替えとかを判断していきゃいいのかっていうのをさらっていく。これは、その、並べ替えの問題でやるのも大事だし、あるいは、その、今までやった典型的な文法音読とかで、ちゃんと形を掴んでおくのも大事だし、まあ、解釈とかで、その順番を意識する勉強しとくのも、やれたらやっといた方がいいっていう感じですかね。でも一番手っ取り早いのは並べ替え問題を特化した問題を解きまくっちゃうことだと思います。ただその前に4択とかね、穴埋め問題とかはやれちゃった方がいいかなとは思いますね。ということで今回は以上にしたいと思います。質問がある方は下のコメント欄に質問お願いいたします。